厳しい授業、ほら、あと一食同源のこの、はい、修行僧とかが教えるようなお菓子だから、はい、絶対体にいいものだと思ったんですよ、私。で、多分焼きをしちゃったのは、やっぱりほら、生のだと、あれするでしょ、日持ちし悪いし、ほら、やっぱさ、ね、何かしらの伝染病のきっかけだったりかんで、焼くってことはそういうことだろうなと思うんですよね。なるほどですね。うん、はい、そうそうそう。だけど、とにかく、なんか、ちゃんと、いろいろ考えて出してるはずだからと思って、全賢いお坊さんがね、はい、関わってるようなものだから、はい、っていうので一応その H をもらって一つに集中させました、はいはい、でほら画面に的なとこがあるじゃないですか、なんかいろんなもの具だくさんみたいな、はい、博多って、はい、なのでなんかそれもらしいかなと思ってですね、はい、ああなるほど。でも除火難も除火難っていうよりも除火難ってなんかこう博多っぽいじゃないですか。あ、運がつくのってね、なんかね、過労のうろんじゃないけど運がつくのって結構いいらしいんですよ。うんって、あのほら最後までっていう、A to Z じゃないけど、はい、日本は最後、うんやけ、はい、そう、運がつくっていうのはやっぱいい、はいはいはい、うん、お後がよろしいようでじゃないけど、はい、だけね、で、ジョカナンってほら、何時はカナンなりみたいな感じでね、なんかちょっと聖書的な音もするしね。なるほど、うん、確かに西洋っぽくも西洋っぽくもあり、そう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 、いいですね、ワイオセッチ、そう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 、なんかこうね、ちょっと音がね、ジョっていうのもこう、ジョっていうのはなんかちょっとこうほら音がそこでほらちょっとこう逆にこの雑味があることでこう、はい、音がこう掴みやすいというかね、はい、うん、はい、そう、なんかあ、このあれジョカナン、ジョカナン、ジョカナンっていいやんとか思ってたんですよ、はい、ジョカナン、俺音的にジョカナン、ジョカナン、あれフランスっぽくと、だから音が入りやすいなと思ったんですよ、これ私ずっとこれ見ながら育ったんですよ、ジョカナン、そっか、それで、カナンよけだけど、友達が、災いよけの方が広がるよって言われて、あ、そうやねって。だからコロナなんだ、コロナか。今や、もういずれアマビエを超えるんじゃないかっていう。アマビエの歴史は長いであれですけど、だけどね、紐解いたらこんな感じですからね。そうですね。いやいや、なので、博多ってとにかく歴史が古いところなんですよ。うん、なんせ。なもんだから、これはまた受け入れられる素地があるしね、その、博多って言ったらね。はい、うん、なので中洲 の古いやっぱり飲食をね、いわゆる割烹料理屋のおかみさんとかもえらい喜んでくださって頼まれるんですたらね、法事とかに出すとね、その花が咲くってこう、ああこんなこうああとか言って、その博多のお花、はい、これを知ってる人たちがいらっしゃるから、はい、これ自体、はい、なんかああって言ってね、うん、なので博多のことを伝えるそのお菓子としても結局みんなこうまたね、うん、持っていきたいと思って、もちろんそれを狙ってましたけどね、私はね、はい、本当はこんなのお菓子にしたらいいのにって、うん、なんかみんなえらいどっかからなんか取ってつけてきたようなもんか、今ほらなんか何々が流行ってるからこのラインナップとかね、はい、なんかあれっていうのがありそうでないよねって思ってたんですよ、うん、そうですよね。でこれね、本当はお菓子屋さんにこういうのを作りたいので考えてもらえませんかって博多のお菓子屋さんにも頼みに行ったんですよ、はい、けどなんかピンときてくれなくって、その採算が合わないじゃないですか、こんなのばっかりそれで、はい、高くは売りたくないやろ、なんかこういろいろ注文ばっかり料理注文の多い料理人みたいなことが言うけんさ、はい、それでもう全然誰も売ってやってくれなかったんですよ、なんか自分で作るしかないんですよね、確かに、うん、でそれでもうやるんならこっからやろうみたいな感じでね、うん、そんな風で、ご自身で作られるやつも、あ、だってそうやん、ないものは自分で作るみたいなきっかけで始める人よるもんね、はい、自分がこれを作りたいと思うけどなかなかほらもう、はい、誰も作ってない売ってない、じゃあ自分が作ろうかみたいなね、はい、それが特にこのことで儲けてやろうなんて思ってない人にとってはさ、このことをやることが楽しかったりすると長続きできますもんね、長続きする理由が、そうですよね、うん、それがいつかもうどんどん大きくなっていく、だって本田宗一郎とかもなんかあの排気ガスを吸いながらご飯食べれるぐらい言わしちゃったぐらいだけあんなバイクとかできたりするじゃんね、うん、やっぱ好きって大事なんですよね、そうですね、うん、だからお菓子屋さんにね、いやなんか形になりましたってことは、そうよ、好きっていうのが一番強いってよって言われて、なるほどと思ってね、そこまで思いが入れがあったらね、要するにお茶会するときにね、こういうお菓子を作ってくれって言われたときは喜んで作るよって、だけどこれはね、ちょっとお菓子屋さんを作るのはちょっと厳しいって断られたわけ、だけどお茶会するときはね、吉住さんがお茶会をするときにはね、喜んでその時の趣向のお菓子っていうのを作らせてもらうけん、これはちょっとって言われたわけで、その時に久しぶりにちょっと会うことがあったけど、なんか形になりましたとか、そういう好きっていうのが一番強いじゃけんって言われて、そうですねとか、なんか厚かましく
厚かましくこんなしてますとかで、いやいやいいこと、結果的に良かったじゃないって言って、まあ本当そうだなと思いながら。多分お菓子屋さんに頼んで、お菓子屋さんが作ったものを試食とかされても、今度逆にピンって来られなかったような気がします。いや、っていうか、それをしてたんですよ、初めは。だけどね、その結構、こんな感じもやね、そのマーガリンを入れないかとか言った人で、いや、マーガリンやったらせんみたいな感じだったわけ。うん、そうそう、マーガリン入れるなら作ったみたいなね。うん、まあ、うん、納得のいくものはできました、一応。うん、あとはこれを、だけど自分がもうね、要するに、あとは焼くだけ、火を加えるだけっていう状態のパッキングにしといて、自分だけはしといて、それを人にしてもらうって言ったら広がっていくけどね、うん、次の段階としてはそういう感じかなと思ってますね。はいはいはい、はい、うん、そうですね。うん、キャンプとかに持っていけるお菓子とかだったら結構、うん、あー、だけどね、そこでうまく焼こうと思ったらちょっとなかなか技術がいるかな。うん、マシュマロみたいな感覚でいいんじゃないですか。あー、っていうか、まあ、多分普通そのままの助感をちょっと炙るぐらいの、ああ、それはほら時々勝手にそれをそういうふうにやってますみたいな感じで発生してもらうにはいいよね。あ、だけど、私は助感こうやって食べてます募集中みたいな感じで出してもらうとかね。はい、うん、そのうちキャンプに行ってる人たちがちょっと相談した時に助感があってから助かりましたとか。ちょっとあなたすごくいいこと言ってくれたね。ちょっと頑張その路線も頑張ります。よかったね。うん、そう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 。いや、だってちっちゃくて携帯しやすくてどうのこうのやけんね。だけどもうそういうのはハイキングとかなんか行く人にもう必ず持たせるあれとかなっていくとかね。うん、かなんよけでね。はい、うん、そうね、まさにそうですよね。山の元で遭難よけじゃない。そうそうそう、いや、それでダメやったらダメかもしれないけど、いやいや、これに耐えるわけじゃないけど、最後の最後やけんねみたいな話をね、そこはね。だけど本当に、まあ、そうですよ、それはいいですよ。今こんなキャンプブームなんですごくね、そこはなんかいいかもしれない、ね、うん、とにかくね、今からね、人事を尽くして天命を待つ人たちが持っていきにしようというのがちょっと勝負師的な人だから、要するに例えば一番最初にね、ずっとネットでやりよって注文してきてくれちゃった人はね、あれでしたよ、将棋の初会に配るからって持ってきちゃった、はい、そうだけど、ほら最終的にはあれじゃない、勝負をせないからね。だけどその雑念よけというか集中できるようにということで、うん、そう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 。だからこの内容やばいけどさ、うん、すごく栄養があるし、そういいですもんね。うん、ちなみになんですけど、はい、今もう在庫とかないでしょ。今日はないです。今日の今日はないです。今日ないでしょ。うん、でも例えばですね、木曜日と金曜日に直接買いに来られる方があるんですよ。だからそれに合わせて例えば5個とか10個とか言っていただいておくとちょうど合わせやすいです。あ、はい、なるほどですね。なので今度の木曜日だったら大丈夫ですけどね。それか、前もって、これに買い取りにいただくと、そうか、それに買い取りにいただくと、これに買い取っていただくと、それに合わせてご用意はしてます。あ、はい。